昔動物占いっていうのが流行ったかと思うんですけど、はいはい、その流行った頃にちょうどスーパーでチーフの立場だったので、そうするとパートさんだったりとか、あのアルバイトさんの方だったりとか、あの若い社員さんの方に相談を受ける立場だって、そこにちょうど動物占いがハマって、自分にもすごく当てはまったので、それを他の人にも誕生日聞いて、それで動物占い何って聞いて、それコミュニケーション取りつつ、いろいろ相談を受けたりとかっていう風に使い始めたのが、その占いにハマったきっかけで、その動物占いが東洋占術の、その四柱推命から来てるっていうのを知って、それ東洋占術でどんなもんか勉強しようと思った時に、そうちょうどその頃にその六甲占術っていうのがちょうど流行ったのかな、なんかネットか何か見て、ただあの本とか値段見ると高くて、とてもその頃田舎にいたのでとても買える値段じゃないと、でも六甲というものに興味があって検索したら、今出会ったその六甲大駅っていうのが見つけて、で その本を買って勉強し始めたのがきっかけですね。独学で最初ずっと勉強してて、でその頃にあのその掲示板っていうのがありまして、六甲大駅のその掲示板にいろいろ書き込むと、その本の著者の方とかがいろいろ、あと中国からその六甲大駅を伝えてくれた先生とかも掲示板に書き込んでくれたりして、それでそうですね、その先生方とかに会いに東京に来てっていうのがあって、六甲大駅っていうのはあの、まあ、墨線っていうものにあたるんですが、あの西洋でいうタロットみたいなもので、やはりその占うタイミングだったりとか、その占いたいことだったりとかいうのを、その思い浮かんだ時にパッと出すとすぐに答えが出て、はっきりと吉凶だったりとか、どうすればいいとかがすぐに現れる戦術ですね、はい、かなり詳細でしたよね。そうですね、はい、そうですね、もう出てくることは漢字ばかりなんですが、その漢字のイメージだったりとか、その出たもの全体のイメージだから、そうですね、どのような事象だったりとか今後どうすればいいかっていうのが明確に出てくるので、はい、そういう意味ではすごくはっきりと、うん、出る占いです。団疫 の自分も、まあ、今年からちょっとずつ、まだ数人ですけど教え始めたんですけど、そのテキストを一応自分でもう PDF で作ったんですけど、まあ、それ一応ずっと残せるように、それ見ただけで分かるようには作ったつもりなので、まあそれがそのうち世に出せればいいかなっていう気はありますけど。今流通してるものってないんですか、大変気まあ、今ある自分の流派のは、そのもともとその六甲大駅の著者の方が出してるのしかないので、あとはないので、はい、なので自分もやっぱり教えるにあたって、やっぱり自分で全部テキストを作ったって形になりますので、はい、占いっていうのは、あのや多分当たり外れみんな考えすぎる、もちろん当たりには越したことはないんですけど、特にあのテレビとかで ある方がズバッと悪いことばっかり言って、それを当てて面白が、ね、あの面白がったりっていうテレビがよく多かったりとかすると思うんですけど、占いってそういうものではなくて、あのどううまく活用するかだと思うんですね。あの人生の天気予報っていうと大げさかもしれませんけど、天気予報みたいなものなので、よく一般的な天気予報で雨降りそうだったら傘もしますよね、と同じで、あの占いでもあらかじめここ注意した方がいいよっていうのがもし分かれば、それに対してどう対策すればいいかっていうのがあらかじめできると思うので、そういうふうにうまく活用して、あとは四柱推命とかでも星っていうのがいろいろ出てくると思うんですけど、それをいい方にどう生かすかっていう意味でも、うまく自分の人生の中に活用することで明るい方にいい方に進んでいけるようなお手伝いっていうか、ちょっと、ね、悩んだ人の心をちょっと開いてあげるような、そのお手伝いができればいいかなっていうふうには思いますけど、占いって本当にあのちょっとしたこと、もうちょっと気になることがあったら、もう本当に気軽にうまく占い師を自分が利用するっていうふうに、あの
思ってもらえればと思います。そうすることで占い師をうまく活用することで自分が活かせるようにしていただければ本当にそれだけでいいと思うので、あと本当に結果をもとにポジティブ前向きにいけるようにしてもらえればいいし、占い師さんもそういう前向きにアドバイスしてくれる、いい方向へ向かわせてくれる占い師さんを自分なりに見つけてうまく活用してもらえればそれでいいかなって思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。